どうも、ともやテニスチャンネルともやです。今回はフォアハンドの熱いあたりの、練習方法ということを紹介していきたいと思います。まずなんですが、ボール打つ前にちょっとラケットの振り方を覚えてもらいたいですね。熱いあたりをするにはラケット平行に振る必要があるので、ちょっと素振りとしてネットの場所で下から上のスイングを抑えるためにも、ネットの上でこうラケット一回平行に横に振れるような感覚も強い、こういう素振り、あ、当たっちゃった。こう下から出てしまうと当たってしまうので、当たらないように平行に振る練習、ちょっと何回かしていただいて、イメージ持ってください。ラケットをボールの自分の打点の高さの後ろから出てくるというイメージでラケット振ってもらいます。下から出てきたらこうやって当たっちゃうんです。かといってこれダメですよ。これ上から下になってしまってるので、ボールの後ろから前に出していくような感覚でラケット振ってもらったら結構なんで、まずこの素振りから始めていただいたらいいかなと思います。はい、では、先ほどの素振りをしていただいたら、次は、ボールをコートの中で打っていきたいと思います。最初はベースラインの方、あ、ベースラインじゃない、サービスラインの付近で、ボール打っていただいたら結構ですので、ボール出し逆クロスの方からちょっと山なりのボール出してもらうんで、それを平行に振るような感覚でコートの中に収めていきたいと思います。ちょっとやってみます。友達のボールを平行に構えた高さから前に打っていくような感覚で打ってもらったら結構です。下から打ってしまうとこうやってアウトになってしまう。上から叩いて回転をかけていくような感覚で打ってもらえると、熱い当たり、まっすぐな当たりをゲットしやすくなってくる。後ろからボールの後ろから叩いてくる感覚でちょっと何回か練習していただいたら結構かなと思います。本当に下から出るイメージだけ持たないようにお願いします。あとこれもダメです。ちょっと上からこう入ってきてネットばっかりしてしまう、ほぼスマッシュみたいになっちゃってる。ではなくて平行横に振る、平行で横に振る、横に横に、こういう感覚で練習してもらったらいいかなと思います。はい、次なんですが、次は向こう側からボールを出していただいて、まずノーバウンドのボールを同じように打っていきたいと思います。平行に打っていくね。平行にボールの後ろから、ボールの後ろから下から出るとこういう結果になります。ラケットを下から出すとこういう結果、かといって上から出すぎたこういう結果になってしまうので、ボールの後ろから、ボールの後ろから前に打っていくような感覚で練習します。ちょっとまあ打点前にしてもらった方が体重がこう乗りやすいのでやりやすいかな。体重こうやって後ろに乗せた状態で打つよりは、体重を前にグッと乗せた状態で、ただ頭突っ込まないですよね。頭こうやって突っ込んだ状態で打たないで、前に体重乗せた状態で打点前にしてもらった方が結構熱い当たりにはなりやすくなってくる、そういう練習法ですね。それが出てきた次はワンバウンドしたボールを同じような感覚で打っていきます。ワンバウンドしたボールを打っていきます。はい。それで大体なんかこう熱い当たりの感覚っていうのが分かってくるから、ちょっとワンバウンドになるとボールの威力が弱いので自分から伝えに行かないといけないので、そこのコツがちょっと必要にはなってきますが、ノーバウンドの時にボールのある威力を叩いてますから、その感覚で同じような感覚で打ってもらったら